第一師団にも出撃命令が出ている。ラムリン将軍はすでにトルギアの城へ向かわれたぞ。我らも続け。騎兵隊魔術師隊は城へ、第三第四総兵隊は大連絡橋へ。我ら鋼の枝の力、今こそ示す時だ。騒がしいな、なんかあったのか。なんだろう。お前らここ、リュカさん。いいか、しばらくここを動くな。はあ、どういうことです。シュラートが怪物どもの大軍に襲われてるらしい。シュラート、しかも奴ら橋を渡ってこっちにも向かってきてやがる。俺の部隊も今から出撃だ。戻ってきたら送ってやるから、それまでここで待ってろ。いいな。おい、勝手に決めるなって。何がいいなだ、いいわけあるか。シュラートが、お父様。僕たちも行こう。当たり前だ。ほら、イリアも。そうですね。行きましょう。Thank you.
リューカスさん。バカ野郎、なんで来た。来るな、こいつらやめ。なんなんだよそいつら。わからねえ、わからねえんだが、化け物はこいつらが呼び出しやがる。なんだって。そんなまさかのクソも。来るぞ。こそが我らの斧だからな。誰だ。この声は。アーロン町長。おかえりイリア。アイオニアが君たちを無事に返すと喜ぶべきことではあるが、この場で出会ってしまったのだ。町長なのか。まるで別人じゃないか。お父様、オシェルさん、これはどういうことです。おかわいそうなお嬢さん。イリア、君に隠していたのは悪かった。マルティリオンが私や君の家族と共に炎の底に沈んでから20年、テラスファルマが最も活性化する100年目のこの日を待っていた。アイオニアの根元に打ち込む斧、この手に握る日を。斧だと。そう、我らは赤き斧。たとえこの手が同胞の血にまみれようとも、悪しき毒獣アイオニアを切り倒すと誓える。今ここに立った。あ、赤き斧。何を言っているんです、お父様。復讐をしようというんですか。憎しみにとらわれるのではなく、人として幸せになることを考えろと教えてくれたのはお父様じゃありませんか。いかにも。私を動かしているのは憎しみではないし、我らの行動も復讐ではない。アイ
軌道を繰り返してきたか。パイオニアがある限り我々に降伏はない。故に我らは立った。だからってこんな怪物を使うなんて。その怪物に備えるためとの名目で、パイオニアは幾万もの民を殺してきた。パイオニアこそが真の怪物、葬り去るべき怪物なのだ。好き勝手言ってくれるじゃねえか。だがな、どんなご立派なご託を並べたところで、てめえらのやってることは人殺しだ。パイオニアが怪物なら、てめえらも立派な怪物なんだよ。ハッハッハ、愚か。言ったはずだ、同胞の死にまみれようともパイオニアを切り倒すと。城にこんな仕掛けがあったのかよ。総員攻撃を開始せよ。一匹たりともアイオニアの血を踏ませるな。進行を阻むとは、さすがは300年にわたり民の血を吸い生い茂ってきた独自、そうたやすくは通れないか。だがこれは手始めにすぎ、我らは北からも西からもアイオニアに斧を打ち込み続け、必ずや切り倒してみせよう。てめえ逃げるか。アーロンさん、うお我らの同志になるというなら歓迎しよう。いつでも私のもとへ来るがいい。お父様、待ってください。お父様、thank you.
がどうかしたんですか？すぐわかるよ。イリアもデューカスさんも驚かないとね。なんだこりゃ。どうなったんだ。ここ何か変です。湖の砦ですけど、なんかさっきまでと違わねえか。君たちまた来てくれたのか。ドルワドさん、その様子だとテルベの里の方はうまくいったらしいな。あ、はい、トルワドさんのおかげです。トルワドって100年前の英雄と同じ名前か。ああ、君たちの仲間か。アイオニアの軍人のようだが。はい、ちょっと訳があって協力してもらってます。実はもう限界だ。全然わけがわからねえ。でもここは100年前で、この方は本物の英雄トルワドさん。信じられないけど事実なんですよね。うん、信じられないというなら俺もそうだ。まさか人間があの怪物どもを使ってアイオニアに戦いを挑むなど、奴らは人間どもがこの世に生きる全てのものの天敵だぞ。どうかしている。ああ、すまん。君の父上、なんだったな。いえ、私にも父はどうかしてしまったとしか。それで、トルワドさん。そうか、ルシル平原の薬草の話だったな。ロルフ、来てくれ。ロルフ、やっと出番かい。いつ紹介してもらえるのか心配だったよ。やあ、はじめまして、ロルフ・ラウです。君がトルワドの子孫かい。あ、はい。なるほど、昔のトルワドの面影があるよ。もっともあの頃のトルワドよりも君の方がずっとしっかりしているように見えるね。トルワドは昔すごくやんちゃだったから。あ、はあ。おいロルフ、そのくらいにしてくれ。ミュラ、こいつが前に話した魔術師だ。魔術師って、魔術師ロルフ。英雄トルワドの右腕で名軍師と呼ばれたあのロルフか。100年後にはそんな風に伝わってるのかい。照れるね。こいつはシュラートの出身なんだ。ルシル平原のこともよく知っている。近所だからね。多分君たちはルシル平原が荒らされる前に手を打てないかと思って100年前に来たんだよね。でも残念だけど、薬草の自生地はもうなくなってるんだ。え？僕たちがテラスファルマに勝ってすぐの頃だったよ。それまで怯えて隠れていたキバウサギが、もう大丈夫と思ったのか、大暴れしたんだ。ルシル平原は一日で荒れ地にされてしまった。そうですか。それじゃあ、今から何をしたってどうにもならないじゃないか。ただね。何です？僕たちの仲間だった薬使いがあそこに薬草の種をまくって言ってたんだ。それで薬草の自生地を元通りにするつもりだったみたいなんだけど、君たちの時代に薬草が生えてないってことはうまくいかなかったのかな。じゃあその人を手伝ってちゃんと種をまいてもらえば、100年後には薬草が
いっぱいになってるかもしれない。そういうことだね。じゃあ僕がルシル平原に行ってどうなってるのか様子を見てくるよ。うん、だったらドルフさん、これをルシル平原に植えてもらえませんか。そうすれば僕たちも100年前のルシル平原に行けますから。ああ、これが時代樹の苗木なんだね。わかった、預かるよ。お願いします。ああ、それじゃあ行ってくる。うまくいくといいな。はい。手間かけさせないでよ。本当に木が生えてやがる。さっきまで影も形もなかったのに。ロルフさん、ちゃんと植えてくれたんだな。
あった。ああ、苗木か。ゼフォンが言った通り、いつまた使うかわからないからね。それじゃあ、行くよ。おう。はい。ここが100年前のルシル平原ですか？いや、来たね。ロルフさん。いや、驚いたよ。苗木を植えた途端、みるみる大きくなって、あっという間にそんな立派な木になってしまったからね。そうか。言われるまで気がつかなかった。時代樹だからってことなんでしょうか？ますますもって俺には理解できん。その辺は僕にとっても興味深いけれどね。今は薬草の話が先かな。あ、ほら、脱い。はい。うわ、フェザードライブだ。本物は初めて見た。イリア？あら、ごめんなさい、つい。あの、僕やっぱり失礼します。ダメだよ、ムーイ。さっき話しただろ。この人たちがそうなんだ。怖くないから戻っておいで。ごめんね。彼が僕たちの仲間の薬使いで、ムーイって言うんだけどね。見ての通り、ひどい人見知りっていうか、怖がりなんだ。すみません。ねえ、薬草はどうなってるんだって？それが、ここに、薬草の種を撒こうと思って。薬草を食い荒らしたキバウサギがそのまま居座ってるんだよ。だから種をまきたくてもまけないんだ。100年後も薬草がないままなのは、そもそも種をまかなかったからってことか。ごめんなさい。いや、責めてるわけじゃないんだけど。そうですよ、ムーイさんは何も悪くありません。ありがとうございます。ま、そういうことなら話は早い。キバウサギを蹴散らしゃいいんだろ。あのそうすれば種をまけるんですよね。僕たちが手伝います。この人たちはそのために来てくれたんだよ。そうなんですか。ありがとうございます。いえいえ、ムーイさんのお手伝いなら喜んで。じゃあ僕もやろうかな。ロルフさんも？ムーイはもともと僕たちの仲間だからね。僕が手伝わないのは不人情ってものだよ。それに僕が術を見せれば、同じ魔術師の君はすぐに覚えられるかもしれないんだろう。試してみるいい機会だと思わないかい？あ、そうか。お前も英雄トルワドから技を受け継いだって話だったな。うん。じゃあ、私はムーイさんの術を覚えられるかもしれないんですよね。はあ。それじゃ始めようか。よろしくお願いします。こちらこそ。キバウサギがいるのはあっちですね。
行きましょう。教えてくれてるのに失敗だ。それ。もう恥ずかしい。話には聞いていたけど、自分で経験するとやっぱり驚くね。まあともかくお疲れ様、ミュラさん。ドルフさんもありもっと上達しないといけませんね。
それ。ねえ、裾汚れてないかな。ああ、本当にムーイさんの術が。ありがとうございます、ムーイさん。とっても光栄です。でも僕は何もしてませんから。いいえ、そんなことないですよ。この術、大切に使わせていただきますね。終わりました。これで全部です。やったな。こちらこそ助かります。ここが一度薬草でいっぱいになれば、あとは毎年花が咲いて、実がなって、種が落ちて、また芽が出て。薬草には困らないってわけだ。絶対大丈夫だとは言い切れないよ。100年の間に何があるかわからないからね。まあ結果はすぐわかるけど。別の手って？今は思いつかないよ。その時になってみないと。でも次の手が必要になるかもしれないと想定しておくのは大事だよ。君は確かにトルワドの子孫だね。そうですか。おい、そろそろ戻ろうぜ。置いてきた部下が心配だ。ムーイさん、お別れですね。お名残惜しいです。はい。そうだ、皆さんに僕たちの口笛を教えします。口笛ですか？はい、フェザードライブの有効の印です。ムーイは少し極端すぎるけど、フェザートライブはみんな警戒心が強いんだ。知らない人間を見かけただけで逃げ出してしまうこともよくある。でもこの口笛を吹けば大丈夫。ちゃんと話を聞いてくれるはずだよ。ここかのフェザートライブに会った時に吹いてみてください。いいですか。素敵、綺麗な音ですね。吹いてみてください。え、僕が？イリアは口笛が吹けないから。そうなんです。だからね。こうかな。そうです、お上手です。それならどんなフェザードライブとっても仲良くなれますよ。ありがとうございます。羨ましいです。ドルフさんもお世話になりました。いや、僕は特に何もしてないよ。
君たちもこれから大変だと思う。何かあったらいつでも相談に乗るよ。テラスファルマを武器として使う人間なんて聞いたこともないから、どこまで役に立てるかわからないけど、僕たちもできる限りの協力をしたいと思って。はい、ありがとうございます。うん、それじゃあまたね。ムーイさんもお元気で。Thank you.
前たち、すまんな。もっと早く来てやりたかったんだが、こっちも赤き斧の剣で大騒ぎで、なかなか身動きが取れなかった。お前もミラも、わずかな間に顔つきが変わったな。そうかな。いろいろあったからね。イリアもアーロン殿のことつらかったな。はい。あまり自分を責めるな。私もアーロン殿とは何度も腹を割って話をしてきたつもりだったが、結局何も見抜けなかったわけだ。己の不明に恥じるばかりだよ。まさかあんな大それたことを考えていようとはな。棟梁、それなんだけど、赤き斧の連中はオロスク村に行ったらしいんだ。追いかけて止めないと。棟梁、残念だが里からこれ以上人を割くことはできん。え？赤き斧の実態がまだよくわからんのだ。この近くに潜んでいないとも限らん。100年目の怪物も全て赤き斧が操っているのか、それとも勝手に暴れるやつもいるのか。加えてシュラートがこの有様では、ここを手薄にするわけにはいかんだろう。そんな、赤き斧を放っておけっていうのか。棟梁の言うことはわかるよ。だけど棟梁がダメだって言っても、僕は赤き斧を追う。私も行きます。父の真意を確かめたいんです。そして本当に道を誤ろうとしているのなら、娘として止めなければ。私だって行くからな。里、いや、この町みたいなこともう繰り返させちゃいけないんだ。お前たち、よく言った。赤き斧の剣はもともとお前たちに任せようと思っていたのだ。は？お前たち自身気づいていないかもしれんが、お前たちは事態の核心に最も近い。事の起こりから関わっていた上、アイオニアの成功にも遭い、赤き斧の決起まで目の当たりにしている。しかもその最中、100年目の怪物と何度となく戦い、全て退けてきた。今や奴らとの実戦経験が最も豊富なのは、故にこの剣を任せられるのはお前たちを置いて他におらん。どうだ？どうって、いや、やるよ。僕は一人でも行くつもりだったし。おお、そうか。それなら私から一つ提案があります。なんだ？私たちはテルベの里の別動隊ってことになると思うんですけど、その隊長というか責任者に彼を推薦します。え？あ、私も賛成。え？二人がそう言うなら反対する理由はないな。そんな、棟梁まで？どうした、不服か？その息だ。でも本当に僕にできるかな。自信を持てと言いたいところだが、まあ若すぎるのは否定できん。そこでだ、そちらの方、確かデューカス殿でしたかな。おう、俺か。この子たちとは朝からぬ縁と聞き及んでおります。ずいぶんお世話にもなったとか。いや、俺はこいつらについて回っただけって気もするが。その縁にすがってお願いしたい。
この子を助けてやってくださらんか。え？この親父に？まあ、それはいい考えですね。いいのかい？俺はアイオニアの軍人だぜ。部下の方々からも大噂は聞いております。あなたは信頼に足る方とお見受けするだろう。うん、リュウカさんがいてくれると心強いよ。やれやれ。ま、どうせ第四師団はもう軍隊とは言えねえざまになっちまってるから、俺が勝手に動いても問題はねえだろうし、ここまでやってくれた赤き斧にお返しをくれてやりてえとは思ってたし、それに正直俺もこいつらが少々気に入ってるしな。ではこの町に残ってる部下どもの面倒を見てやってくれ。それが条件だ。それはもう頼まれるまでもなく決まりですね。リュウカさん、よろしくお願いします。ああ、俺のことは呼び捨てでいい。敬語もいらん。いや、でもお前が頭だろ。遠慮してどうする。それじゃあリュウカさん、よろしく。おう、よろしくな、親父。お前はちょっと遠慮しろ。よし、これで大丈夫だな。湖の砦をお前たちに預ける。好きに使え。ルルサやジーノにはもう伝えてある。なんだ、ここに来る前から決めてたのか。食えねえ男だ。お前は英雄トルワドの子孫でシグニーの息子だ。だがお前にはその血筋ゆえにではなく、己の意志でことをなす力があると私は思う。お前ならやれるはずだ。赤き斧のこと頼んだぞ。分かったよ、棟梁。僕にどの程度の力があるか分からないけど、赤き斧は止める。止めなくちゃいけないんだ。